フェリペ・ビゼウこと、フェリペ・ドス・ヘイス、ペレーラ・ビゼウ・ド・カルモは、ブラジル・トレスリオス出身のサッカー選手。J1 リーグ、横浜 FC 所属。ポジションは FW。アメリカ・ミネイロの下部組織に2011年に加入。2013年に CR ・フラメンゴの下部組織に移籍した。2016年に、コパ・サンパウロ・ジ・フチボージュニオルのタイトルを獲得し、彼自身は、 同大会で活躍した選手の一人に挙げられた。2016年2月10日にカンピオナートカリオカでプロ初出場。24日に同リーグで初得点。3月にカイケが横浜 F マリノスに移籍し、ホワードがパオロ・ゲレーロのみとなったためトップチームに昇格。同時昇格はルーカス・パケタ、レオ・ドゥアルチ、ホナウドであった。 5月25日にカンピオナート・ブラジレーロ、セリエー A 初出場を記録した。2017年8月9日にコパスダメリカーナ2017に出場し、国際大会初得点。準々決勝でもフルミネンセーフ C 相手に得点した。準決勝のアトレティコジュニオール戦では2試合とも得点を挙げ、マラカナンスタジアムで行われた第1試合で1得点。 エスタディオメトロポリターのロベルト・メレンデスで行われた第2試合では2得点を挙げた。2018年2月7日にセリエ A のウディネーゼ・カルチョに5年契約の移籍金600万ベイドルでサインしたが移籍は7月1日に行われる。2021年7月21日 J1 リーグの横浜 FC に期限付き移籍で加入することが発表された。 リシャルリソンとのゴールパフォーマンス2017南米ユース選手権パラグアイ代表戦にて2018年7月18日に U-23 代表のホジェリオミカーレ監督が彼をリオデジャネイロオリンピックの予備メンバーに選出したその後の8月16日に U-20 代表の初招集を受けたありがとうございます